はい、というわけで、まあやっていきますか。ちょっと長くなってしまったけど、はい、はい、じゃあやりましょう。全員スタートお願いします。はい、第1回でな、第2回やな、第2回声かけの森第1戦を始めたいと思います。ゲームスタート。やおやお、俺の勝てた。お疲れ様でした。ああ、俺たちの愛の結晶が。ああ、早速俺か。もうやだ。ああ、スクショして決めた。何このお題。結構、ね、多分はんぺんだな。言うて僕はあれですから。はんぺん言うて僕あれですから、ね、お絵描きの森勝ちでですから。スライムか、勝ちますよ。ああ、間違えた。影丸じゃあ、人って描きづらくないですか。知らんけど、なんかこんな感じの髪型してた気がするんだよな。あ、有名な人か。なんか有名っていうか歴史上の人物というか。なるほど。まあ結構こんなのたくさんいるな。そりゃそうや。マジか、夏目漱石でもない。でもそのあたりっぽいよな、ヒゲって言葉。あれはちょっと待ってください。ヒゲ、ヒゲ、ちょっとわかん、ヒゲなかったか。お札に乗ってそうではある。ヒゲ、あ、ヒゲ違う、これじゃないわ、こうだわ。え、こういうちょびヒゲだわ、そういえば。こう誰だろう。違うか。いいチェーンの中田も。それニコ動でよく見るやつや。怒ってる、怒ってる。何か怒ってるけど。僕をお札に隠れてくれなかったけど怒ってるぞ。お札なのこれ。知らんけど。お札には載ってません。ちなみに日本人？外国人。外国人。これこれか。絶対チャップリンじゃない。チャップリンじゃない。チャップリンじゃない。チャップリン、あのヒゲといいじゃん。おっ、ヒトラー。そうです、ヒトラー。これはもうあれだわ、それ右手あげなきゃダメじゃない。ヒトラーって行動じゃないから頭や。ヒトラーで改革した人やったな。いや、あれ、いや、改革、改革は違う。独裁政治です。独裁です。いや、むしろ逆です。むしろ逆っす。改革はないやな。改革してない。改革はない人やな。ひどい政治したな、これ。なにこれ、なんて言うんだこれは。あ、違う、表彰台かと思った。え、なんだ、違うんだ。いやー、どうやって表せばいいのか。キング、そういう感じなんだけど。あ、やばい、間違えた。あ、この市場に今村さんがおらんことを祈るんやな。え、1位って羽生選手じゃないの。あれ。羽生選手って、あのスケートやな。スケート羽生選手。じゃあプルシェンコ。じゃあプルシェンコ。1、2、3、4、5。あ、おー、すっごい知って。なるほど、ね、なるほどな。なるほど、もっと単純な。確かにそれは絵で描き抜きはでしょ。私の絵をとくとご覧に入れよう。注意、この中で絵は上手い人はいません。あれ、違った、顔がついた。パーみたいな人出てきたよ、ほんとに。パーみたいな、目つきがパーやもん。パーだよね。ヘルメット、へい、工事現場のおっさんみたいなのかな。違った。え、あ、これ絶対違うわ、なんか違うな。なんて言うんだっけ、頭のとこが。頭のところっていうか、全体的にまた違う。頭ヘルメットだったくせに。え、なに、はっ、え、なにこれ。待って、なにこれ、なにこれ、なにこれ、なんかおしゃれしてる、90年代のおしゃれしてる。なんて言うんだろう。あ、やばい、頭がすごくなっちゃった。いや、もう髪型がロハン先生だった気が。いい戦闘？安定のパワーなんだけど。毎回髪型変わるんだけど。なんで？髪の毛それ。何なのこれ？あ、それ髪の毛なの？何を持ってんのこれ？食パン？もうこう。え、あ、あ、あ、金槌か。なるほど。マリオやったの？マリオ今回。は？マリオに見えて仕方がなかった。マリオ、まあ、コグコやけど。マリオ配管工です。コグコ？違うな。配管工です。配管工やな。コグコって何なの？工具を直すだけの人。直す道具を直すんじゃ。なんだこれ。え、これなんかあれだね、ポケモンのフィールドみたいになる。あ、俺今それ打ってたのに。あ、そうなの。ポケモンスタジアム。あ、ムーンになっちゃった。え、なんだこれ。四角いモンスターボールじゃねえの。四角いモンスターボール。なんか突起が出てきたぞ。なんだこれ、周りくの。え、なに、人、あ、いや、これ全体うっしゃ。あ、ガチで俺来た。肩を舐めてると本当にもう痛い目見ますか。おお、せつけたんだ。これは俺キングかな、もしかして。これはまだ分かりやすいんじゃないかな。おっしゃ、タイピング勝負や。
あ、赤で書いてなあかんわ。赤ちゃうな。人参だな。赤だけで人参で。赤だったら、ちゃうな。人参だったらオレンジやな、俺書くなら。こんにゃくだな。あれ違う。どこがこんにゃくや。お、わかった。お風呂だな。それっぽい気はせんでもない。ご飯。あれ？アイコールじゃない。え、なにこれ？まあこの辺はこうしとけば。え、なに黒いご飯ってなにこれ？黒ごま？あれ違う。なにこれ？俺、自分のこと書き分けちゃうわ。あ、あれだ。A が高って。うまい。あれ、お灸じゃない。おろしい。違う。なんだなにこれ？お茶漬け？髪を燃やす。的には、缶の色こんな感じだったような気がする。なんですかそれ。え？缶？え？え？じゃ、何を焼いてんの俺。あれ違う。分けちゃうんやけど。これ水垂らしてる的なやつ。何これ何これ。何かをかけてる。何これ。俺これ食いたくねえ。違う。あ、うんうん、わかんねえな。カレー？これで一応はかけたって形になるわけです。あれ、ふりかけじゃない。何これ？チーチキン。缶をかけんの？ちなみにこの下のこの何かしらは何なんですか？え、それはわかると思うんやけど、これ形的にわかると思うんやけど。ご飯ですか？スプーンだ。え？何これ？え？あ、やっぱり。ブルーハワイ。かき氷にいちごシロップかけてるんじゃないですか？うん、かなと思って。あれ？おかしいの？なんで赤でブルーハワイなのか。え、なんだろう。色変えてたらどうなるか分かってんのかよ。これさ、俺のイメージやけん。缶の方の色は俺のイメージやけん。問題はこっちの色を見てほしい。黒い。黒ちゃうよ。え、この液体のことじゃないですか。そう白い何者か。そりゃ白やけんさ、周り黒でかがんかったら無理やって。確かに、あったわ、そういう色のやつ。どういうこと？全然わかんない。ちなみに下のやつはこれ、あれ何だったの？スプーンじゃ、ボケ。かき氷だったらスプーンでしょ。え、でもかき氷に練乳ってかけるんですか？かけるよ。大体ね、油が来た。かける人はかけるよ。いちごとかだったら。おお。どんなかき氷の話しようってシャンプー出てきて答えられとんやけど。協力モードイエーイ。初対面の二人だよ。しかもこれ簡単。簡単。でも N 君が邪魔するパターン。ジョード組んでるよ。え、豚じゃ、あ、やっぱり。二人どうも豚かき出した。あ、ガチックとかひどいこと書かんじゃん。おお、あ、ちょっと負けた。さあ、MVP でした。うわ、ギリギリで負けた。マジで？ルンルン負けた。これはタッチの差ですね。というわけで、第1回目シェルさんが MVP。 さすがだね。ライアーゼ強いんだね、これ。最後の最後でアイテムゲット。なお、影丸さんが途中まで一番だったんやけど、最後の最後で逆転した感じだったな。うわ、きつ。おや。次頑張るからな。うわ。おや。恐ろしい子。おや。こちらが今回参加してくださった皆様です。この中に気になる方がいらっしゃるのならば、その方のサムネをクリックしてください。その方の YouTube のアカウントに飛ぶことができます。また第1回 MVP 争奪戦の動画を見たいという方は、右下のキチガイアンブレラをクリックしてください。 MVP 争奪戦の再生リストに飛ぶことができます。次回もお楽しみに。